トヨタコロナトヨタ16 1600GT1600GT は、トヨタ自動車が生産していたハードトップ型乗用車。形式名は、RT55。その成り立ちからコロ G とも呼ばれるが、正式名称ではない。1967年8月発売開始。本車種は、同年5月に登場した、トヨタ 2000GT の弟分という位置づけだった。 ボディは3代目コロナにドアハードトップのものを補強した、他、サスペンションやブレーキも強化されている。フロントフェンダーにエアアウトレットを追加し、フェンダーアーチをコロナのものより少し大きめに取っている。フロントグリルとリアクォーターピラーには、トヨタ 2000GT に似た逆三角形の七尾焼きエンブレムが付けられ、スタイル上のアクセントとなっていた。図書もコロナには見られなかった。 鮮やかな黄色をイメージカラーとしていた。標準で発売されたのは他に白、赤、銀など。搭載されるエンジンはコロナ 1600S 用のオフツインキャブ 4R 型のシリンダーブロックにヤマハ発動機がアルミニウム合金製 DOHC ヘッドを乾燥した QR 型。これに4足 MT 車の GT4 と5足の GT5 とが併売された。なお、 フロントシートと GT 後のミッションはトヨタ 2000GT のものを流用し、ステアリングホイールは同一デザインだがこちらはプラスチック製となっている。発売から延べ2年2222 22台をもって生産・販売が終了した。系列的な後継車種は M2 の高性能仕様である 1900GSS となる。国内レースでは 本社種のプロトタイプモデルとして3代目コロナの前期型のハードトップボディを元に作られたものがトヨタ RTX の名で1966年3月の第4回クラブマンレースに初参戦しており、それぞれ初勝利を飾っている。優れた空力特性とバランスの良い操縦性、軽量150馬力以上の高出力、タフネスさを利用して正式な発売後も 同じクラスのベレット GT や、ブルーバード SSS のみならず、フェアレディ2000など、大廃棄両者にも勝利を重ねることも多く、1968年の68、日本グランプリでは、当時の王者であった、スカイライン 2000GTB を打ち破るなどし、約3年間ツーリングカーレースを設計した。翌1969年に開催された、 ジャフグランプリでは初参戦のスカイライン 2000GT-R と直接対決となる。不利が予想される中、予選では1位から3位までを GT-R 勢に独占されるも、一足をスタート専用に設定していたトヨタ勢は本戦のスタートで日産勢の前に出ることができた。しかし GT-R 勢が中盤から作戦変更したことより形勢が逆転、今度は2位。 三位を奪われ、防戦一方の展開となる。しかし、ここで一位を走るドライバーの高橋春国が意地を見せ、辛くもリードしたまま振り切って一着でゴールした。しかし高橋は、速度でまっさる GTR を直線でブロックしたため、これにコース観察の競技役員が、走路妨害の疑いを報告し、競技委員会もこれを確認したため、高橋は、 罰則で一周減算され3位となった。そして 1600GT のワークスとしての出場はこのレースをもって終了した。ありがとうございます。